弁天橋は、神奈川県横浜市中区の大岡川に架かる国道133号の道路橋である。中区桜木町1丁目と本町6丁目とを渡す。初代の橋は1871年に開通し、現在の橋は1976年に完成した4代目である。1994年の国際橋開通前は、大岡川の最も下流に位置する道路橋であった。 1871年、吉田橋や野毛橋を経て、横浜港と東海道を結ぶ横浜道に変わる近道として、木造の桁橋が架けられたのが始まりである。当時この橋の東詰付近にあった、島間弁天社より、弁天橋と命名された。この神社は後に、羽衣町に移転している。1872年に鉄道が開通し、横浜駅ができると、 駅と横浜の中心部とを結ぶ道として、関内地区の吉田神殿よりとを結ぶ大江橋と共に重要な役割を果たした。初代の橋は、普及により交通量の増加に耐えられなくなり1873年に木造のアーチ橋に架け替えられた。橋台と橋脚はレンガを巻いた鉄筋コンクリート製で、幅6から7メートルの車道に幅1メートルほどの歩道がついていた。 四隅の橋柱にはガス灯が設けられていた。1908年9月にプレートガーダー橋に架け替えられた。1923年の関東大震災では被災したものの落橋は免れ1928年10月に復旧工事が完了した。この橋も鋼材の腐食により1976年に架け替えられた。 現在の橋は1976年3月に、竣工した。鋼床多工半桁3連の桁橋で、中央景間22.7メートル、川景間、角14.8メートル。橋長は54.4メートルで、幅は、車道18メートル、歩道角4.5メートルの計27メートル。船舶の航行上、桁下に余裕を持たせるため、 厚みを抑えた構造が取られている。四隅には船の方をモチーフにした親柱が建てられた。1991年には神奈川の橋百選に選定されている。市内鶴見区の JR 鶴見線に弁天橋駅があるが、駅付近の池に架か,かる橋からの命名であり、元橋との直接の関係はない。ありがとうございます。